子育て子育てとは子を育てることである。人間の発達過程は一般的に乳児期、幼児期、児童期、学童期、青年期、壮年期、中年期、老年期に区分される。子育ては乳児期から青年期の子を対象とする。これに対して育児という場合、基本的には主として乳幼児を育てることを意味しており、子供が 赤ちゃんから幼児期頃までの子育てをす。ただし、近年、子供全般が社会的に一人立ちする年齢が遅くなる傾向があるので、従来、育児と呼ばれていた行為の対象年齢を、中学、高校の年齢まで引き上げて考える必要も出て、来るようになった。なお、妊娠中の女性の心身の健康状態が、胎児に及ぼす影響が大きいことが知られるようになり、 妊娠中に母体の健康を維持することや健全な精神生活を維持することも育児、子育ての一部だと認されるようになってきている。入児期や幼児期には親と子供の相互関係が心理的発達の基盤となる。育児の基本的条件としては愛情、栄養、養護が必要である。育児の基本条件の中でも第一のものは養育される小児と 養育する人との間に愛情の交流があることである。物理的な環境がいかに整っていようが、愛情を欠く環境では、小には健全には育たない。このことは多くの研究が明らかにしている。乳児は誕生後約半年間は父で育てられる。母乳は栄養的に見て乳児に最適である。栄養素の構成も乳児に最適で、さらに母乳に含まれる。 免疫物質、抗菌物質、白血球などによって、細菌やウイスの感染を防ぎ、食物アレルギーの発現も抑える。さらに授乳時に、母と子の皮膚の接触、見つめ合い、笑顔の交換などが行われ、母子の愛の絆をより強めることができるなどの利点も、ある。母乳不足、母親が仕事をしている等で母乳が与えられない、場合は、不足分を人工乳で補ったり、 あるいはすっかり人工乳を用いたりする。生後5ヶ月以降になると、父に加えて、半固形食を与え、次に固形食を与えるようになる。この過程が、離乳であり、この時期に食べさせる食物を、離乳食という。用語、すなわち身の回りの世話をしてやることについて解説すると、体温を維持すること、皮膚を清潔に保つこと、排泄物、 いわゆるうんちやおしっこを処理することなどは、乳幼児には自分ではできないので、大人がそれをしてやることになる。また、健康増進のために、屋外に出て、日光浴、外気浴、外遊びなどを行うことも大切である。上で愛情が第一だと指摘したが、こうした用語行為も、ただ機械的に行うのではなく、愛情を込めて、微笑みかけ、語りかけ、また子供からの笑顔や、 語りかけも親は積極的に応答することが大切である。こうすることによって母と子の絆が密となり、コミュニケーションの基礎が作られていくのである。友働きの夫婦の場合、仕事と育児を無理なく両立させるために、転居、引っ越しするという夫婦も少なくない。考え方は様々で、親と、つまり育てられる子から見て、祖父や祖母にあたる人と一緒暮らす。 子育てのしやすい地域や子育て支援が充実している、行政区域に引っ越す、食住近接になるように引っ越す等々、それぞれの事情や考え方に応じて行われている。妻と夫がどういった分担で子育てをすると良いかについては、どれが正解というものはない。各家庭の実情に合わせて、夫婦が力を合わせて、工夫を重ね、その家庭なりのやり方を確立させることになる。 何より、互いに、感謝の心を持つことが大切となる。互いに、ある意味で、当たり前のことをしているとはいえ、当たり前だという態度で相手に接してばかりではうまく、行かない。自分自身から、ありがとう、助かった、助かったわなどの言葉で、相手の苦労をねぎらうことが、うまく行く秘訣である。自動機には、学級集団を中心とする、集団生活に適応するとともに、 知識や技能の習得が求められるようになる。小学校へ入学することによって、子供は自分で登校、下校するようになる。つまり、保育園に通わせていた子ならば、親は送り迎えをしなくて、済むようになる。ただし、たとえ集団登校方式になっていようとも、集合場所までは一人である場合も多く登下校時に、子供が数とになることがあるので、 その時の安全に気を配る必要がある。入学前には自分の子供が基本的な交通ルールを守れるかどうかを確認しておいた方が良い。飛び出しをしない、信号無視をしない、横断歩道を作法通りに安全に渡るということができるか確認しておくと良い。また、通学路を親子で一度は歩いてみて危ない場所などをチェックして子供に悟しておくと良い。 小学校では教育施設と家庭との連絡方法が変わってくる。保育園では先生、保育士が毎朝、毎夕、親と直接顔を合わせてコミュニケーション、連絡をしてくれるが、小学校ではもはや先生は親と直接話さず、もっぱら子供にプリントが渡される形になる。親は子供がしばしば失念してしまうそれらのプリントを見つけ出し、必ず目を通し、 様々な期限等に注意を払う必要がある。子供は小学校に入学してもすぐに翌日の学校の支度ができるようになるわけではないので、子供がなれるまでは親が一緒に宿題の有無を確かめたり、翌日の準備を手伝ってやる必要がある。最初はできなくてもやがて自分一人でできるようになっていく。小学校に入ると担任の先生ごとの考え方にもよるが、 徐々に宿題が出るようになる。親も家庭でそれを見てやると良い。例えば、低学年のうちは宿題として音読、計算、漢字の書き取りなどが出る。子供が音読するのを親がしっかりと聞いてやると良い効果が出る。保育園、幼稚園時代に行っていた読み聞かせも低学年の間は続けると良い。小学校低学年の時期は学習の土台となる。 様々な体験をすることが重要なので、いわゆる、お勉強ばかりをさせるのではなく、お手伝いをさせたり、屋外に出て、自然と触れ合ったりするなど、文字や画像、映像ばかりでなく、五感を使った直接体験を十分にさせてやる方が、良い。知らない大人には近づかせないように配慮する必要も、ある。言葉巧みに子供を誘い連れ去ってしまったり、誘拐、いたずらしたり、 という事件がしばしば起きている。よって、知らない大人に声をかけられたら、急いでいるなどと言って断ったり、ともかくその場から離れる、という方法を普段から言い聞かせておく必要がある。青年期とは、子供から大人へと移行する十二歳から二十五歳頃までを、言う。中学生の年齢は、子供の自我が育ってゆく時期であり、自分なりの考え方をしっかりと持つようになってくる。 それまでは何でも親の言う通りにしていた子供が突然に親に反抗するようになったりするのである。またこの時期に思春期にも入り、大人の体へと変化し、それに伴い心も変化、成長し、異性を意識するようになる。親との関係よりも友達との関係を重視するようになり、親に対しては知られたくないこと、つまり秘密を持つようになる。親としては気がっかりで心配が尽きない。 状態なのであるが、子供が成長するために必要な家庭だと理解し、手や口を出さずに見守る必要がある。ただし、目を離さないことは大切である。子供が一人では解決できないような大きな問題に直面した時に、子供ら発信される SOS を受信し、子供と一緒に問題を解決していくことも必要になる。青年期後期は職業選択の時期にあたり、 個人としての生き方、男性、または女性としての生き方、社会人としての生き方など、アイデンティティ、同一性を確立する重要な時期である。カナダの国際都市トロントでは、子育ての負荷を両親に集中させるのではなく、社会全体で子供を育てる、ということが行われている。日本の高度成長期においては、スパルタ教育が良いとする本が何冊も、 出版されていた。近年では、褒め育てなど、子供の自信や自主性を重視した子育てを推す書籍が数的に多い。高度成長期から安定成長期にかけて、日本の男性の多くが、職場やその他中間組織に長時間拘束されてしまい、育児に、ほとんど参加しなかった、できなかったことへの反省と、共働きの一般化から、近年では、父親参加型の子育てが、 各家庭、地域単位で進められている。日本では高度成長期、子育てはもっぱら両親や学校へと負荷が集中するようになり、様々な混乱が山積する状態になった。日本は子供を育てにくい国と言われている。日本では出生率が低下したが、日本でのあまりの子育ての混乱さを考慮して、子供を作ることを躊躇する人が増えたことも一因だと。 分析されている。日本政府は、ようやくではあるが近年になって低下する出生率を回復させるために、まだまだヨーロッパ諸国の充実ぶりには、全然及ばないが子育て支援策を少しずつ増やしてきている。近年、また子供の全人格的な成長には、両親や祖父母と学校だけの関与では、不十分であることも多いとの認識が生まれ、 地域ぐるみの子育てが見直されるようになってきた。HSBC による海外の移住者の調査では、日本は子供の育てやすさにおいて34カ国中4位となっている。海外赴任や国際結婚をする親の元では、異文化環境の下での子育ても行われる。それらの子供たちは多言語習得の機会があり、成長過程において、 異文化教育が家庭内で自然に行われる。しかし、多文化環境では子供が不適応に陥る危険も大きい。多言語環境で育った子供には、しばしばどの言語も十分には操れないという現象が発生する、ダブルリミテッドなどという。多文化、多言語教育を成功させるには、親子双方の強い意志と多大なエネルギーが必要となるため、国際結婚や、 海外赴任などの環境にある子育てであっても、あえて単一文化環境で育てるという選択をする過程もある。動物にも子育てを行うものがあり、生物学ではそれを扱っている。人以外の動物全般の子育てについては、動物の子育てを、進化生物学における子育てに関連する概念は、親の投資を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。